岩尾城は、長野県佐久市なる聖岩尾にあった、日本の城。長野県指定の史跡。文明十年八月、聖は源氏小笠原支流大石の一族である、蝶とろ大石の大井吉春が南北を筑球川、湯川に挟まれた断崖状にある余の命、岩尾に築城した。この時、伊豆、箱根、三島神社を移し鎮守とした。 文明十八年家徳を継いだ二代目、上主行満は、縁徳元年がい、武田氏の品の信仰により和王城を焼き討ちされたが、これを退けた。行満は、明王年中に出家し開国修行に出て、大英五年に、岩尾に帰り、木内にのマに、西国、坂東、秩父百万艦の恩順礼供養途を建てた。行満の子、行臣が家徳を継ぎ、岩尾に在城した。 行進は、天文八年に没し、着死行来が家督を相続した。天文十二年九月、甲斐の武田春信は、長久保城の大井定高を攻め、岩尾城も攻略されて、行来は城を捨て逃れたが、その後武田氏に侵入して、岩尾城に戻った。天文十四年、岩尾城代には、真田幸隆が任された。幸隆の子、真田正照、真田正行は、 岩尾城で生まれたとも言われる。天文二十年、武田春信自らが岩尾城の片手を行い、さらに天正六年には、武田勝頼が城の修復を命じているなど、岩尾城は、作地方の重要な戦略拠点であり、難攻不落の県城に作り上げられた。今日、大の着手、五代目、城主大井行吉は、武田市に従軍しており、 岩尾城は一時岩村田の中沢清樹が預かっていた。天正十年に武田氏が滅亡すると行吉は、後方城氏に侵入し、徳川家康の帰化、与田信ブが策に侵攻して、諸城を攻略するのに対抗して、岩尾城に立てこもった。天正十一年二月二十一日、徳川軍艦、柴田康忠、与田信ブ軍が総攻撃をかけたが、行衛法は、 結死で防戦して退けた。23日、与田信ブは自ら陣頭に立って、三の丸付近まで攻め込んだが、鉄砲で狙撃され弟の信行と共に討ち死にした。行吉は、柴田康忠の勧めに従い、3月7日会場して、上州府渡り田に去った。こうして、岩尾城は、追記より106年の後、廃城となった。ありがとうございます。